コンサルの仕事っていうのは、まあ、本当にあのリーダーシップそのもので、もうプロジェクト型で人が集められて、まずは相手を知って自分を知ってもらうっていうところから入らないといけなかったりとかすると、やはりリーダーシップが結構必要になってきますね。そういう意味でこの会社にとってのリーダーシップを育、まあ、リーダーシップっていうことを今いる既存の社員にも感じてもらいたいというのと、そういう人材を今後あの、まあ、学生のうちから育てておかないと、まあ、社会仮にコンサルティングファームでコンサルタントにならなかったとしても、どこでも多分通用する人材になるだろうということで、コンタクトをさせていただいて、で一緒に始めたというのがきっかけです。やっぱ一番は自発的に動ける人間、動ける人が欲しいと思います。やっぱり自発的に何かを考えて、まあ、自分で想像し、それを実行して、まあ、結果を出すというこの一連の流れってなかなか学生のうちに経験できることってないと思っていますので、非常にまあ少ないかなと思います。そういう人がやっぱり我々としては入ってきてほしいと思ってますし、そういう人が活躍できるフィールドでもあるというふうには思っています。学生のその事業での発言だとか、あるいはその仕事の回し方、仕方、あるいはもう最終的なプレゼンテーションっていうところの、質の高さに一番最初みんな驚いて、で、これはやばいという危機感を持ちます。その半年の間に学生の成長がもう目に見える成長の速さといいますかね、4月にスタートした時と、まあ、9月ぐらいに8月9月ぐらいに最後の最終プレゼンテーションをした時のその学生のレベル感が全然成長度合いが全然違うということにみんな驚いています。社員教育にもなりますね。まずリーダーシップという中身、その教育の中身に対して、非常に共感を社員もしやすいというか、で今自分たちが働いている働き方とそのリーダーシップというところのリンク度が非常に高くてですね、共感しやすくで、あとまあ学生のなんていうんですかね、こう成長吸収度合いというそこの、速さにわずか 2,3 年しか、あるいはまあ離れてても5年ぐらいしか離れていないのにこんなに違うのかというところの、まあ、焦りだとか驚きで自分をもう知った激怒というか知ったするといいますかね、そういう意味でも、役立っていると思います。教えてるつもりが教えられてるっていう部分だと思うんですね。本人たちは教えてやるよっていうつもりで行くんですけど、毎回衝撃受けて帰ってくるので、もう教えられたと。例えば我々がどういう人材が欲しいかという時には、そういう経験をしてきていて、あるいはまあアントレプレーナーシップ的な精神を持った学生の方があらゆる発想をしてきたりとか、まあ柔軟な発想もそうですけど、でそういう発想をやっぱり持っているというのは大きい要素になると思います。今の時代そのちょっと先も見えないので、ビジネスも我々も10年先20年先っても全くこう読めないというか、見えない中でビジネスをやっていくと、まあ、自分で切り開ける力っていうのは重要になるんじゃないかなと思います。やっぱりリーダーシップの教育を受けている人たちっていうのは、多分あのコンサルティングファームに入るような人たち非常に近いと思うんですけど、そういう人たちってどこの会社でもやっぱり重宝がられるはずなんですよね。学生でもいろんなイノベーションを考えていかないと、これキーなんですかね、もっと元気に日本が元気になれないと思いますし、その時に活躍できる人材というのがやっぱりこういうリーダーシッププログラムをこう受けて、アントレプレーナー的な発想でこう何かイノベーションを起こしていってっていう人になるんじゃないかなと。